どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。ストレートの直球人生2、続きをやっていきたいと思います。ね、今回は、17勝目がかかった状態でございます。そうね、はい。そしてタッグを組んでおります。エースと4番が発動。これがどんなね結果になるかわかりませんが、きっといい、もうなんでしょう、ちょっと流れをつかめるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。いきましょう。沢村さんとの、投げ合いですね。いやー、でもアイテムピッチャーも絶好調なんで、ここは結構な投手戦になるんじゃないかなと。その投手戦の中で、いかにバレンティンがか、エースと4番という、タッグを発動して、打ってくれるか、ここが大事だと思います。見ていきましょう。いや、これは期待だね。やっぱり、もう、頑張ってっていう感じ。ただただそれだけ。もう、頑張ってもらいたいですよ、ぜひ。よろしくお願いしますといったところでいきましょう。セリーグ公式戦第18回戦ねえ、ちょっと東京ドームはあんまりね、ちょっとなんでしょう、相性良くないんでね、ここは頑張って抑えていきたいと思いますよ。9勝2敗でなんだかんだでも調子は良さそうなんですよね、沢村選手も。9勝2敗で2桁勝利いけそうですもんね。よろしくお願いします。うん、まあまあゼロ、最初はねまあまあいいよいいよ。さあここだ、まあちょっと抑えていこう。せい、本田さんがやっぱ巨人なんだなっていう印象がもうかわ、ああ、いきなりか。うーわ、マジか。やっぱどうも、ちょっと落ち着け、冷静に行こうか。ここ、ゲッツー。ちょっと一応、牽制入れて。やっぱり、バントしてくる？ファースト、いいよいいよ、1個で。ワンアウトランナー、2塁。やっぱりバントを確実にしてくるんですよね。マッチがここは嫌だ。マッチ3番、超嫌だ。怖いよ。オッケー。もう何してくるか分かんない。だ。おーし、セカンド抜けた、だと。バコンバコンバコン。ワンアウトランナー、三塁。おー、バレンティン肩やべえ。うわ、ここでチョニキか。迎えたくねえな。はい。オッケー、159キロ。低め。いやー、ちょっと待って。マジか。うわー、マジか。やっぱ今日、なあ、東京ドーム、相性悪いな。マジか。ちょっと嘘でしょ。いきなり先制されるとは。いや、参りましたね、ちょっと。まあ、しゃあない。はやっとー。やだなー。これで歩かせた方がいい。いや、ここは勝負する男は。ふい。絶妙だけど、どう？やべえ、マジか。うわー、マジか。本当に巨人戦相性悪い。というか、東京ドームに相性悪い。やばい、このペースはまずいぞ、ちょっと。いきなり3失点とは。2失点。いや、3失点とかもう前提になっちゃってるわ。いや、ゲッツー取れたら最高。サード、はい、2つ、1個。違う、そっち？オッケー。アウトならいいや、よし。アウトならいいや、ナイス。今のはバックホームで正解か、でも確かに。いい、どうだ、タッチが、ああ、いいね、ちゃんとブロックしてる。よし。セイ。やっぱりちょっとピヨってるもんだから、あんまりいい球いきませんね。やばい、ちょっと荒れてる。怖い。すごく怖い。いやー、マジか。バコンバン、やばい、三つ目くる。やっそ、マジか。いやー。大荒れじゃん、今日。ちょっと待って。ストレート、なかなかの荒れようなんだが、今日。それで3、だ。やばい。うわー、ライジングショット、結構スピードがもう、まずいですね、これかなり。オッケー。ふい。全然スピード出なくなっちゃってる。嘘！うわー、いいとこ行かない。ボールが。やばい。うぅ！あー、オッケー。まずい。ちょっとまずいぞ。あー、でも一応、マジック、クライマックスのマジックがついてんのか。やべえ、ちょっと待って。いきなり打者一巡してんだもんな、2回にして。まずい、ちょっと切り替えていかないと、ここ。いきなり3失点。いやー、危ねえ。冷静に行きましょう。ここは冷静に。ふい。オッケー、いいね。はい、外、足元。あー、どうだ。オッケー、行こう。いただきました。危ねえ、本当に恐ろしいよ、もう。ふい。オッケー、いいよ。なんとなく、ツーアウトまで持ってくればいける。そんな気がする。セカンドゴロ。1個。よし、オッケー。あと、チェンジ。ふぅ、援護なし。まあまあ、しゃない。エースと4番起動してくれ。いや、でも東京ドームそこそこ広いからな。なかなかホームランっていうのも苦しいのかな。
よーしゃあ、セカンドセカンド危ねえ、ういハヤトさんいただきますよ、ここはふい、オッケー、もう一回セカンドゴロ、よし、なんとか立ち直ったのかな、ようやく。やっぱどうもちょっと立ち上がりがよろしくない感じなのか、うぅあれやっぱなんか打たれるな。巨人に弱いのかもしれないですね、もしかしたら。どうも打ちづらい。ああ、オッケー。抑えづらいというか、なんか、確実になんかヒットにしてくる感じがあるんですよね。あ、すげえ、バレンティンが35本。圧倒的ですね。ああ、でも、雄平が3割9分3厘。一応まだ保持はしてるんですね。おい、行きましょう。もしかして、この3割9分3厘を下げまいとして出さないのかな。いや、それは違うぜって思っちゃうけど、まあ。頑張ってもらいたいな、でもこれはね。ほい。やべえ、マジか。うおまずい、嫌な予感がする。ノーアウトで先頭が出るっていうのは正直言って絶対良くない兆候なんですよね。もう絶対バントの気持ちでしょこれ。いいよ、もうバントさせて。ワンアウト、ランナー。これバント警戒のシフトにしといた方が良かったかな、一応。ふい。ふい。オッケー。追い込んだ。はい、じゃあ、おい、どうだ、ギリギリ157キロ出ました。ちょ、これ、タイピンチへ発動してるうちに160出んじゃねえかな。やってみよう。ちょっと気になる。せい !159! ちょっと待って、マジか。やばい。もうそんなこと言ってらんないわ、これ。うわ、マッチ向け、やだ厚尾は嫌だ、ここで。うっそマジか、今日ダメだ。全然ダメだ、マジか、ここまで4失点。ひどい。今日はひどいな、ちょっと。マジですかい。これ、どうしよう。あまりにも打てないもんだから、これちょっと自信なくなってきた。オッケー。あらららら、今日は大荒れだな、ストレート。全然。おし、ようやく1点入って。てか、今までノーヒットだったんだな、ヤクルト打線。頼むぜ。なんとかもう、まさかの4失点はちょっと俺も想定外だったから。まあ、もうこれでちょっとずつ展開してくれればいいんだ。うん、せめて。今、無傷できてるから、できればね、黒星はつけたくない。そう思いたい。思いますよ。センターフライ。余裕。オッケー。余裕持っていいよ。おつけ、アンダーソン。さあ、押さえてこう。うい。足元。ギリギリ。へい。おっきいね。さあ、そして、全力ライジングを高め、危険だ、低め。打ってきたー。やっぱ低めばっかに集めるのが間違いですかね。高めに時々投げないとか。そういう、だから大胆な、ピッチングができないと抑えらんないんだな。じゃあやってみるか。内角高め、全力ライジング。いいよ、ファールか。まあいいよいいよ。じゃあ足元、ギリギリ、オッケー。なんとかチェンジ。さあお願い、援護、ないか。まあまあ、もうこうなればできるだけ抑えるからもう。やばいな、ちょっと。急に黒い星が見えてきた。やばいなぁ。なんか、おかしいな。黒い星がついてしまう気がする。うい。ブラックスターですよ、ブラックスター。まあ、そういうとかっこいいな。まあ、黒星なんですけどね、ただの。いいね、159キロ。それでもスピードは出るんです。うい。じゃあ、低めに集めて、うい。155、いいね。アウト、よっしゃよっしゃ。さてさて、ここですよ。今この流れをね、聞いたくない。今チームは結構いいペースで来てるから。ほい。やべ、あー、ファール。あぶねえ。じゃあ、三振決めたい。せい。打ってきたー。サードゴロ。オーケーオーケー。ワンバウンド、ツーバウンドぐらいで行きましたね。さあどうだ、援護は。ない。あー、うわ、敗戦。黒ついたか。ついたな、これ。うわ、さすがについた。うわ、沢村さん、10勝目おめでとう。いや、そんなんじゃなくてよ。うわ、今日、ダメだな。まさかの黒星ですよ。ちょっとまずいな、これは。初黒星だ。うわー、16勝1敗目。やばい。後半きついんだな、やっぱスト。ここからあと、20勝またあと4勝、話にならん。すいません。ほんとすいません。はい、すいません。やばい、調子が下がるのやだよ。どれぐらい下がる、調子。あー、結構下がる。これはちゃんこ屋行って回復しか、ちゃんこ屋行けねえじゃん。広島だもん。どうしよう。休養しよう、とりあえず休養。う、いつもの枕が壊れた。何？さよなら負け。うわ、3連敗。やばい。ちょっと、もう危ない危ない。連敗止まった。ナイスストップ。はい、で？さよなら負け。なんかさよなら負け多いな。あ、今度は名古屋か？どっちだ？名古屋だ。
ちょっとお出かけして調子を上げよう。どうしましょうかね。アイテム購入で調子を上げる。天ぷら、どうしようかな。病院。あ、そう、病院行って、で、それで、子供たちに、元気をあげ。なんともない。では、はい、お、ファンの子、もちろんもちろん、はい。そうそう、子供に会って、それで調子を上げる、それがいいと思うんだ。はい、そう選手だ。どうして?はい、来てます。あ、なんかすごい。いや、でも名古屋の子だから、どちらと言ったら巨人じゃないね、中日の選手が好きなのかなと思ったけど、まあ、それはそれで、お、調子マックス。相当上がりますね。これはいい。よし。そして、フリー、練習しておこう。球速アップ。ここ大事。球速アップですよ。初黒星ついちゃったか。まあ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 、切り替えて。うーわ。やばい。ちょっとゲーム差縮まってきた。少しずつ。ここで休養して、夜の中日戦臨むと。よし、切り替えていこう。さて、ちょっとここでね、シーズン初、初黒星ということで、次回は、なんとかこの流れを止めたいと思います。次回もお楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。